勇者が人間のクズすぎてクソゲー。ろくなタイトルじゃねえな。もうちょいなかったのかタイトル。このひどいタイトルのゲームやっていきまーす。もうさ、嫌な予感しかしねえんだよな。はい。もう名前からクズやし。もうクズになるために生まれてきたようなクズじゃ。もう親御さんなんて名前つけるんだ。もう見た感じでさ、こいつはクズになるなって思って名前つけましたみたいな感じの名前てる。お城です。ヒロシですみたいな感じの言うなお前。おお、よく来てくれた勇者よ。大変じゃ、マジで大変な事態が発生したんじゃ。旅立ちの前のやつじゃ、やりとりじゃ、王様との。旧世紀にこの世界を恐怖のどん底へ叩き落としたと伝えられている魔王が琉球の時を経て復活したんじゃ。この辺は王道展開やな。このままではこの国は崩壊してしまう。お願いじゃ、魔王を倒してくれ。で、いや、だからさ、何も出せんな。たかっている。おお、報酬のことかぞい。ちょいと兄さん、勇者軍を舐めてんな。当たり前ですよ、いい。喋り方が、むかつくな。しかし、魔王の悪行により、我が国の財政状況は破綻寸前。1万ゴールドでどうじゃ。ちょっと基準がわからんけどな。どうなんだろう、1円イコール1ゴールドだったら低いなって思うけど、もっと高ろう。ふぅ、あのさ、俺っちこれから死地をくぐり抜けてくるわけよ。こんなケチくせえおっさんが応援じゃ、国民の大変だな、こりゃ。うざい。うむ、よし、わしの私有地を売ろう。5万ゴールドでどうじゃ。私有地売って5万ゴールドってことは、その5万ゴールドって結構価値高いぞ。携帯が少なく見えるだけで5万ゴールドはめっちゃ高いぞ。しかし高い。あんたさ、大事な大事な国民の命がかかってるのよ。売ろうや、この城。城を手放すように。うわぁ、アイデンティティです。これは城は王様のアイデンティティです。城がなくなっては王様も王様らしくない。考えてみてください。普通の住宅に住む王様、ローンあと10年残ってるとか考えてみてください。嫌な王様です。イメージがただ下がりです。うー、この脅威って読むんか。え、異常、異常かな。わ、先代代々受け継がれし由緒正しくお城、それだけはご勘弁よ。知るか。うわー、わかった。なんこれ、100万ゴールじゃ。奮発してる。ま、よしとしてやるか。100万ゴールド、多分日本円に換算したら1億とかになるんだろうな。国民のために資材を投げる国を泣かせるぜ、おい。ヒャハハハハハハ。じゃ、ちょっくら行ってくるわ。足取りが軽い、クズだ。絶対しょぼい、この世界のこと舐め腐ってるわ、お前。人のこと舐め腐ってる人間の足の軽さだったな。ここはまだ行けんのやな。この先が魔王城っぽいけど、とりあえずこの町に行けってか。ダーリー、帰って寝るか。戦いに行けよ。もうやる気なしっていうようなクズが出てきた。もういろんなクズ出てくるな。たかるクズ、やる気のないクズ。あ、おかえりクズくん、ご飯作って待ってたよ。彼女おるんじゃ。なんでこんな美人な彼女がいるんだ、こんなクズに。あー、絶対勇者だからとか金持ってるからとかそんな感じだよ。いらね、寝るわ。あー、ほんと、うん、クズくん疲れてるもんね。おやすみ。人の気遣いを無視するクズが出てきました。またクズが出てきたよ。バリエーション多いな、お前のクズ。もうクズのコレクションでもしてるのか、お前は。なんだクズのコレクションって。あ、おはよう、クズくん。二度寝、クズだりー。二度だよなー。
イラッとしてきました。もうプレイしてきて俺もイラッとしてきました。おはよう、クズくん。そろそろ魔王退治行かなくていいのかな。知らねえよ。三度寝、マジやかよ、三度寝。もうそろそろ罪悪感感じろ。もう二度寝して罪悪感感じてる人がいるぐらいだぞ、お前。そろそろ。しかし三度寝でもこんな顔。ふぃー、寝るのも飽きたなー。あ、ようやく行く。行ってくるわ。金くれ。お前金持っとるだろうが、お前。100万ゴールド。王様から高かった100万ゴールドがあるだろう、お前。はい、これ。逆らえない。彼女も逆らえてないわ。なんだお前ら。なんだ、弱み握られてるのか、お前。クズのことやけんさ、裸の写真ポラマッカりたくなかったら言うこと聞けとか言われてそうなな。ちっ、これっぽっちかよ。ごめんね、気をつけてね、クズくん。浮気すんじゃねえぞ。あとクズとか呼ぶんじゃねえぞ。まあ俺の名前なんだけどな。ブーンブーン。あ、なんか男女話してるな。リア充かな。見てー、たかしくんのためにお弁当作ってきてんの。うわ、やっぱリア充だった、花子。たかし、お前普通の名前だな、お前ら。うわー、美味しそう。嬉しいよ。ありがとう、花子。手作り手作り弁当を用意してなく、むさぼる。あのものを、お前ら一般民のものは勇者のもの、勇者のものは勇者のもの。お、うまそうだな。ちょっと一口。お、どう、手が滑って全部食っちまったわ。お前の滑り方だ。お前の手の摩擦どうなってんだ、お前。何その逆にその無表情なんなん。怒るとかじゃなくてその無表情なんなんお前。お前も、もうありえなさ、ありえない状況すぎて頭の中に言葉浮かんできてないやな。ブーンブーン、なんだこれ、ブーン。すごく全回復、贅沢。お前そんな贅沢なもん持ってんの。なんでこんなクズなもんがそんないいもん持ってんだよ。ブーンブーン。おーっと、男の子だ。わー、勇者のお兄ちゃん、見て見て、トンネル掘ったの。嫌な予感しかしないな。社会の厳しさを教えてやるよ。あー出たー、クズトルネードだ。対戦相手に50のダメージ。敵は死ぬ。うわー、僕のトンネルがー、燃えなくトンネルも崩壊する。へっへっへ、ぐちゃぐちゃに混ぜたカレーみたいにぐちゃぐちゃになっちまったな。ざまねえぜ。はっ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 、けがけなげに粋なボーイ。うわー、いい装備が揃ってますね。いらっしゃい、ここは武器防具屋だよ。あ、あなたは伝説の勇者様。これはこれはお安くしますよ。は？え、王様と同じ反応。そっかー、君、社会奉仕の心とかってないんだ。いやー、まあ勇者ってさ、一種の慈善活動なわけでさ、結構かかるんだよね、運営費。勇者っていう公益性の高い職業に身を投じるこの僕と比べるとさ、ちょっと人としての器があれじゃないかな。何を言ってたお前、何が公益費だお前。お前の懐だから100万ゴールドあるの知っとんぞ。正確には100万ゴールドと1000ゴールドか。自己の流順最大化ばかり追求して社会のために資産を微大値も提供しない吝嗇家なのかな君は。そっかそっかー。お前それ吝嗇家って言葉知ってて言ってんのか、お前クズめ。このまま魔王をのさばらせておけば、ゆくゆくは君の大事な家族や親友にまで危害が及ぶんですけど、その程度の長期的視点を持てないで商売成り立つんですか。そんなんなら僕も武器防具屋に転職しようかな。煽ってる、人のことを煽るクズ。ま、もし装備を調達できなかったことが原因で僕が魔王に敗れ去ったのなら、きっと君は一生後悔の念に苛まれるだろうね。煽ってる。うわあ、勇者という身分を盾に、お前ここの店よりも随分いい盾を持ってるでないかお前。
わかりました。お代はいりません。どうぞ好きな武器をお持ち帰りください。本当に？いやー、申し訳ないな。まさかゾンビを無償で提供してもらえるなんて。へへへ。やったぜ。いやー、素晴らしい。よ、事前か。じゃあ、早速、この店で一番高い武器と装備用と転売用にあまねいただくことにしようかな。転売用ってお前。そんな、ひどすぎる。知るか。早よこせ。10個ずつ。転売用に9個いただいていきました。転売用。立ちが悪い。現実にいる転売屋よりも立ちが悪いで。サンキュー !You are welcome! 自分でどういたしまして言うな、お前。閉店してしまったじゃないか、お前。思いっきりショックで閉店してしまったぞ、お前。店を潰すクズ。ああ。へ、ざまねな。この店の写真撮ってアップしてやるぜ。パシッ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 。インスタグラムに上げてやるぜ。有名になるな、お前の店。よかったな。はっはっはっは。人に迷惑をかけるクズ。クズの数がどんどん増えていく。さあ、お前のクズを数えろって言うたら何本出てくる ?483 ぐらいかな。ゴブリンが出てきた。ようやく戦いの場に来たよ。収録始めてどんだけ経つか知らんけど、ようやく戦いの場に来たよ。これまでで全然人にしか迷惑かけてないからな。俺は小綺麗なオーク勇者め、こっから先は行かせんぞ。だだお前。あ、なんだあれは。え、くらえ目つぶし。いやー、目がやり方がこすい。心がクズ。もう心がクズです。勇者とは思えない。出たー、膝かっくん。膝かっくん痛い。60ダメージ、思ったよりでかないわ。普通で戦った方がダメージでかい気がする。膝かっくんね。とりあえず多くのさ、度肝を抜いてその間に殴れ。いけ。ほらボケ24。あ、膝かっくんの方が強かった。ねえねえ、一方的に攻撃されるのってどんな気持ち、どんな気持ち。煽る煽る。熟章クズ。人を痛つめつけて楽しむクズ。くらえ、膝かっくん。膝に集中的にダメージを与えていくぜ。あお、そうかい。膝かっくんが楽しかった。おい勇者お前、何お前、そんなクズなことをしておいてそんなすがすがしい笑顔でいられるんだお前。散々練習して試合で勝って優勝した時の顔やぞお前。クズレベル5。クズレベル 5! これで5なのか。うわぁ、俺の負けだ。潔く、とどめを刺すがい。死にかけの送り。唾を吐きかけますか。はい。あぁ。うわぁ、この悪魔め。くせ者のような奴がいる限り、この世界に未来はない。我ら魔族に栄光あれ。ちょっと何言ってるかわからない。何、ちょっとなんで、何言ってるかわかんないだよ、お前。何お前、突然サンドイッチまでできてんだ、お前。もうちょっと派手に爆発してくれよ。来たね、花火だ。ベジータもできたわ。サンドイッチもとベジータでできてしまった。よし、魔王しようか。圧倒的な力で魔王を蹂躙やりてえな。チートでも使うか。やめろ、お前。システム的なところまでクズ使ってくるんかお前。もはやもうクズ役まねないかお前。国士無双やん、クズの国士無双やんお前。やめ。魔王城、え、もう魔王城来ちゃった。ぐはは、愚かにも自ら首を差し出しに来たか勇者め。貴様を倒し、この世界に我ら魔族の理想郷を作る。その崇高なる野望の邪魔はさせんぞ。あ、なんか魔王の方がよっぽど意識高いな。何か言った？
スマホをいじってて全然聞いてなかったわ。わ世間のこと舐め腐った新人みたいなことやりやがったお前。勇者め、貴様のような邪悪がいる限り、我らの未来に希望はない。ああ。魔王、邪悪って言葉、大正解です。この世界のため、そして我らが理想を掲げるため、勇者くす、必ず貴様を倒す。お呪霊引いたら SSR 出た。やだぜおい。聞いていない。人の話を聞かないクズ。まあ、これはお母さんに叱られて当然のべき。めっちゃ桁違いHP、MP、でか !MP に至っては MP って文字消えてるからな。行くぜ急所を蹴るぜ。これは魔王の骨幹、もっこりした木管に目がけて、行け、ブキューン。魔王の股間、粉砕。うわ、もう私が滅びようとも、人間どもは自らの愚かさという内なる毒で、その身を。はいはい、さようなら。うわー、よーし、お掃除完了。さーて、世界でも支配すっか。え、そして、数日後。あらららら、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 あらら。世界、崩壊の俳句。さあ、クズ様の御前だ。どんどん献上品を持ってこい。寝返った。新たな魔王として寝返よったぜ。わあ、後ろのバニーちゃん、すごい可愛いな。俺も一人ちょうだい。クズ様、水着物でございます。元王様になってしまっている。1000ゴールド足りへん。そう、そんな私の懐はすっからかんのカランコロンでございます。カランコロンって言ってるんだぞ。元王様がカランコロンって言ってるんだぞお前。その深海もうらんこーい。いやー、王様の裸は見たくない。後ろのバニーちゃんの裸にしてください。ヒヒ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 ヒ。新たな魔王誕生の瞬間である。そして世界を支配されたクズに、バッドエンド。スペシャルありがてえ。世界のみんな、新たな勇者を呼んできてくれ。ザ・エンド。ジ・エンドだよ。哀愁漂う終わり方。この世界に未来はない。当ゲームのプロジェクトファイルは RPG 集まるの概要欄よりダウンロード可能です。旧悪勇者に裁きの鉄槌が下され、人々に救いの手が差し伸べられる。そんな風にシナリオを書き換えて、この世界を救ってくれる真の勇者が現れること。それだけが私たちの唯一の願いです。シナリオを書き換えないと治らないクズ。